ば世界がガラスの球体で靴底の裏に透けてるとして、愛も涙も手に取るように見えていたならばどうだろう。真っ先に視線をそらした君に僕は一つ安心を覚えて、できるだけ高音の中で沈黙に浸っていたくなった。人類の存在証明書が100億人分揃ってるとして、僕の一枚に載った言葉を知れるとしたならばどうだろう。そこには無意味な文字の割れざるあったたの空白があって、できるだけ目立たないようにそっと破ってみたくなるよ。スケープゴート、僕はきっと変わりてしかない。スケープゴート、感動で回ってるんだって世界は。疑う間もなく終点のベルが鳴った。ここはどこだろう。例えば宇宙や未来の結末が100億年前決まってたとして、最後の最高の一瞬がまさに今日だとしたならどうだろう。人は